電波組インクが2年ぶりにパリのジャパンエキスポに登場。
まだまだフランス語もうまく喋れないしな。大丈夫、フランス語みんながいるし仲間だもん。エーパソは元気だな、あれあれ。あ、そろそろ始まる。
そしてこの、ね、フランスジャパンエキスポにも来れて私たちもとっても嬉しいし、皆さんもこう待ってくれててました。嬉しい、ありがとうございます。で、実は次に歌う曲はフランスで歌うのは初めての曲です。そうですね、そうなんです、はい、電波組ミークの夏の曲なんですけれども、サマーソング、そう、サマーソング、一緒にやってほしいところがあります。オンフェコンサ、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 ペンライト持っとちょっとね。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 じゃあちょっとリハーサルしてみますか。ミュージックに合わせて、曲に合わせてリハーサルしたいと思います。じゃあ電波組も行きますよ。行きますよ。ニャンニャンね。アン、ドゥ、アン、ドゥ、オース、ニャンニャンニャン。では一緒にジャパンエキスポのここに来てくれてる皆さんと一緒にタオルぐるぐる回したいと思います。いきますよー。そして電波組も次で最後の曲なんでね、最後皆さん目いっぱい盛り上げていきましょう。デリニエ・モルソン、お疲れ様。
以上、池袋テレビがお送りしました。